アフガニスタン・イスラム国。アフガニスタン・イスラム国。ダウラット・イーエス・ロミー・ユー・アフガネストンは、1992年から2002年までのアフガニスタンの生態。アフガニスタンのムジャーヒディーム政党の一部によるで、アフガニスタン共和国が崩壊した後の1992年4月26日に成立した。アフガニスタン・イスラム国は、臨時政府が指定した国名。 1996年より、タリバーンの統治するアフガニスタンイスラム主張国と同時に存在したが、5年後のアメリカ同時多発テロ事件によりアメリカ合衆国が参戦して、イスラム主張国が、1992年3月、後ろ盾のロシアの支持を失った大統領、ムハンマド・ナジーブ・ラーが、辞任、公認は、中立の臨時政府となった。ムジャーヒディーン政党数党が、 連立政権に向けた交渉を開始したが、パキスタンの軍統合情報局の指示と指示を受ける、当主グルブ・ディン・ヘクマティアールは、交渉に参加せず、独自でカーブルを征服すると宣言した。ヘクマティアールは、カーブルに進軍、4月17日以降には、入場に成功した。これにより他のムジャーヒディン組織は、ヘクマティアールがカーブル、そして全国で権力を奪取することを防ぐために、 ブルに入場するしかなくなった。その結果、5、6つの軍勢、ほぼ全員が外国の支持を得ていたが、お互いと戦う内戦状態に突入した。1992年4月26日にはいくつかのムジャーヒディーン組織が臨時政府創設を宣言したが、アフガニスタンで実権を握るには至らなかった。共産党員が支配していたアフガニスタン共和国の大統領、 ムハンマド・ナジーブラーは1992年4月15日に辞任を余儀なくされた。同年4月25日、アフガニスタンの反ソ連レジスタンス7組織のうち6組織はを締結、カーブルを掌握するための臨時政府を設立した。7組織のうちパシュトゥン・ジングルブッティン・ヘクマティアール、率いるのみは、ナジーブラーの残党から指示を受けて、合意への署名を拒否した。イスラム党は代わりに、 イスラム国家の建国を宣言、シャリアの採用、バーの閉鎖、女性のヒジャブ着用義務などを定めた。6月、タジク人を中心とするの当主ブルハーヌッティーン、ラッパー2がアフガニスタンイスラム国の暫定大統領に就任、12月30日には7人で構成された、政府委員会の議長、実質的には大統領を任期2年で選出された。しかし、 ヘクマティアールが統治権を要求、ラッパーニーの軍勢と衝突した。数ヶ月間の戦闘の後、二人は1993年3月に協定を締結、ラッパーニーの任期を1.5年に短縮するとともに、ヘクマティアールが6月に首相に就任した。しかし、反乱諸勢力の間の戦闘は継続、カーブルはほとんど破壊し尽くされた。1994年末、 主にパシュトゥン人で構成されるイスラム、原理主義民兵組織であるターリバーンは、パキスタンの支援を得て、南アフガニスタンで広大な地域を占領した。1995年と1996年にも、進撃を続けたターリバーンは、1996年9月に、カーブルを占領、ラッパーニー政府や他の反乱勢力を北に追いやり、1996年末には、 アフガニスタンの3分の2を占領した。また1996年9月27日に元大統領ナジー・ブラーが逮捕・公開処刑された。タリバーンは国名をアフガニスタン・イスラム主張国に変え、支配地でシャリアよりも厳しい法律を敷いた。これは、すなわちタリバーンの規定では女性がブルカ着用義務を課され、屋内に留まるよう強制され、 家以外で働くことが稀な例外を除いて禁止され、女子学校が閉鎖されて、ほとんどの女性が教育を受けられなくなった。女性の識字率は共産党と治時期には上昇しにいた。映画館、サッカースタジアム、テレビ局も閉鎖された。首都を追われた、ラッパーに政府は、ウズベク人軍人ラシッド・ドスタム、タジク人の指導者、アフマドシャー・マスード。 カリーム・ハリーリー率いるシーア派のヘズベワフダーとハザーラを主体としていると大同盟を結成した。同盟の目的はアフガニスタンをターリバーンから取り戻すことで正式名称はアフガニスタン旧国民族イスラム統一戦線だったが西半球では北部同盟として知られた。アフガニスタンイスラム国は国際連合で承認されるアフガニスタン代表に止まった。 北部同盟は1997年5月末までに一元の戦略的勝利を収め、ターリバーンの攻勢が止まった。国際からの圧力により北部同盟とターリバーンは交渉を開始したが、両派とも過大な要求を出したため和解は不可能であり、交渉がこ着した。1997年の国連報告によると、アフガニスタンでは地雷による支障が頻発し、 入児死亡率が25%に上り、反乱諸派による経済封鎖が飢餓を引き起こし、人道主義組織も救援活動を満足に行えなかった。またが北東部で起き、4500人が死亡した。1998年の前半には交渉で、平和合意が締結されると思われたが、北部同盟が崩壊してしまった。タリバーンは木に乗じて、攻勢を開始。 シュートのシェベルガーン、マザーリ・シャリーフ、1998年8月8日、もう参照を続けざまに占領した。ターリバーンは、マザーリ・シャリーフのシーアハシミンを虐殺、さらにイランのジャーナリストや外交官8人を殺害した。この行動は、国際の批判を受け、ターリバーン政権とイランが戦争寸前の状態に陥った。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。